ヘブリディーズ近郊の海岸線にレウィの率いる部隊の上陸を確認した。はい。経緯はどうあれ、戦うと決めた以上は勝たなければ殺されます。皆様、ぜひとも全力で戦いましょう。今回はアーサーたちの他にクーホリン、オイフェなども加わる総力戦だ。何もかも操られた無意味な戦いだが、せめてもの手向けだ。小細工抜きで真っ向から叩き潰してやれ。来たか、我が友よ。来たぞ、我が友よ。でも不思議な気分だ。今までも同じ戦場に立ったことはあったけど、まさか共に刃を交える立場に立つとはね。メイブの首は渡せない。わかってる。コナハトもアルスターも恩を受けたヘブリディーズと戦わせるわけにはいかない。そしてオータル、私が短期決戦で撃破するべき場所はもう決まっている。君の苦悩はわかっているよ。コナハトはもう白旗を上げている。アルスターの要衝を迅速に破壊すれば争いの種はなくなる。だから。君の論理は正しいよ。だが論理で収められぬ感情があることを知れ。これが最後の勧告だ。メイブの首を出せ。さもなくば強引に押し入ってでも奪い取る。消え去れ。チビ、うわ、危な。ったく、役に立たない投げやりですね。ゲイボルグの照準情報が再び割り込まれている。だがメイブは拘束されているはずだ。一体誰が。レビ。それを一番近い場所で眺めていたのは私たちなんだ。応用するための資料なんていくらでもある。断絶の時代の戦略兵器だぞ。それを見ただけでこの短時間に逆算してみせただと。どうするクーホリン、その槍はもう使えない。ならば他の武器に持ち帰るか。メイル・アルスターは主様のコマンドを許諾しました。ゲイボルグ、再度の射出準備。30%、40%、50%。お、制御を乗っ取られると分かってなおゲイボルグを使用するのですか。いいえ、噂派。怖いけどきっとこれが正しいのよ。だから口出ししないで。いいのかい、クーホリン。かつて私が与えた痛みだ。私にはそれを拒む資格は持たない。だが痛みを受けた上で勝たせてもらう。もうここで全ての戦争を終わらせなくてはならないのだ。消え去れ。あの一撃は深かった。最初からこうなることを望んでいたな、レビー。え答えは最初から言っていたはずだよ、クーホリン。どれだけの破壊がアルスターリオを襲っても王である君の血があれば領は滅びない。私と君双方がぶつかった場合どちらが勝つべきかなんて決まりきっていたことなんだよ。そんな、これじゃ何も変わらない。最初にクーホリンがゲイボルグを盗み出して助
民のために自分の領を滅ぼそうとした時から何も。いや、変わらなくてよかったんだ。君たちには感謝するけど、我らが王に刃を向けるくらいなら自ら死を選んだ方が。覚悟はできているな、レヴィ。できているとも。こんなことを起こす前から、ずっとずっと前からね。王さえいればアルスターは何度でも立て直せる。クーホリン、君の手で一度全てを壊すんだ。目を閉じて頭を垂れ、首を差し出せ。それで痛みなく終わらせてやれる。ありがとう、クーホリン。さよならだ、レヴィ。もううんざりよ、その辺にして。なぜこの局面で邪魔をする。そなたたちも納得の上で共闘していたのではなかったのか。はあ、なんか勘違いしているかもしれませんけど、私みたいなケチなコソ泥がお偉方の言われるままに働くとでも。そもそも私たちの目的は最初からレヴィを殺すことではないのだよ。戦争はもううんざりだ。私たちは争いを止めるためにここへ来た。あなたとレヴィの殺し合いも認めない。 いえ、スカーハ様、困ったことになりました。事前報告にない動きを勝手に取られているようです。ああそうだな、あのバカ者どもめ。だがよくやった。こんな結末に納得していなかったのは私も同じだ。厄介事ならいくらでも受け入れてやる。そいつを殴って連れ戻してこい。